恋愛コラムニストの神崎メリです。本日のメス力相談室、同棲中の彼との復縁についてお話をさせていただこうと思います。早速ご相談の方読み上げていきます。メリさんのおかげで土本命復縁を経験したものです。振られた彼に1週間でやり直したいと言われましたが、メス力的に復縁 NG とのことでしたので迷いに迷っています。付き合う前みたいにまた3ヶ月待ってもらうべきですか？効果的な復縁方法を教えてほしいです。私は26歳、彼は3歳年上、3年付き合い2年同棲しております。メリさんの本で面白いぐらい土本命になりましたが、3年間気を抜いてしまい、クラッシャー行為で見事に振られてしまいました。クラッシャー後は別人のように彼は冷めており、今まで大事にされていたんだなと思い知りました。ちなみに18禁行為は3年間最後までしていません。結婚してからが良かったので。それでも誕生日、記念日は贈り物をくれて食事をご馳走してくれたり、友人、親紹介してくれたり、大事にしてくれていました。クラッシャーするまでは、振られた時は一緒じゃ幸せになれないと号泣しながら言われ、即 OK して感謝だけひたすら伝え、その日は外泊、以後家は同じなので自尊心を保ち、明るく徹底的に距離を取りました。メリさんの本や動画を見て自己肯定感や復縁を学んだおかげで、外泊して距離を取るのも効果抜群でした。1週間でその彼から号泣されながら、もう一度やり直したい、ずっと一緒にいると思ってた、2人の子供のこととか叶えてあげたいと言われました。でもこのまま2人でいいのかと悩んでいます。また戻りたい気持ちはありますが、叶えてあげたい発言が上から目線、今よりを戻すのは本当は良くないのもわかります。付き合うにしても条件を出す、付き合いながら一度同棲解約するくらいはした方がいいのかなと思いますが、どうでしょうかっていうことなんですけれども、付き合って3年、同棲3年、そして土本命クラッシャーをやらかしてしまって彼に別れを告げられたご相談者様で、その後メス力の動画などを見て、別れた時にすがっちゃ絶対にいけないっていう復縁のルールがあるんです。これメス力に限らず、どんな恋愛心理学でもそうだと思います。すがられてしまうと男性はますます気持ちが離れてしまうからです。で、ご相談者様、すがることなくここでもう即 OK して、感謝を伝えて距離を取って明るくするっていう、もう徹底したメス力の方をやってくださった結果、彼の方から泣いて復縁を迫られたっていうお話なんですね。で、このまま復縁をして、本当の意味で一からお互い恋愛する気持ちでやり直せるのかっていうのがすごくポイントになると思うんです。ご相談者様ももちろんもう一から新しい恋愛をするつもりで、この彼とよりを戻していかなくちゃいけないんですね。で、この彼も今は号泣してるけれども、それがどこまで本気なのかっていうところになってくるんです。男性って別れようって言われてすがられないってなって、相手が自分から離れていくなってなったら、突然泣きながら、もうほんとそれこそ号泣して、やっぱり嘘でした、もう俺から離れていかないでくださいっていう感じになるんですね。で、ここで簡単に寄り戻してしまうと、もしかしたら泣き落としすれさえすれば戻ってくるのかもって思ってるかもしれないんですよ。で、復縁のメス力として、やっぱり復縁する時もすぐに大人の行為をしない方がいいと思うんですね。すぐそれした瞬間またなーなーになってしまうケースがすごく多いからです。でもご相談者様の場合、そもそも最後までまだいたしていないっていうことなので、
ここを守っても別に変わらないんですよね。以前もしてないから変わらない関係ってことなんですよ。なので本当であれば同棲は解消して、そして一からやっぱりお互いにお付き合いをし直すっていうことがいいのかなと思います。で、しかもその時に、ではじゃあ結婚に向けて気持ちをね、お互いに改めて付き合っていくなら大丈夫、私よりを戻せるよっていうお話を絶対にここでした方がいいです。復縁を申し込まれた時っていうのは自分が希望を叶えるチャンスでもあるんです。例えば女関係でモヤモヤするね、浮気はしてないにせよやたら女友達と遊びに行く男性モヤモヤしてしまうんだったら、復縁するんだったらそれやめてほしいってここではっきり言った方がいい。で、結婚したいっていう方であれば、結婚に向けて付き合い直すのであれば復縁してもいいよっていう感じで、ここがね交渉ポイントなんですよ。これ告白された時、プロポーズされた時もそうです。男性が気持ちを新たにしてこちらに向かってくる時にこそ、こっちも私は本当はこう思ってる、責める口調とか怒る必要はないです。その条件を飲むからには私も本当はこうしたいですっていうのをはっきり伝えてほしいんですね。彼といずれ結婚するっていう希望があるのかないのかっていうのも書いていません。ただね、二人の子供っていう夢があるっていうことなので、やっぱりよりを戻す、一度しっかり同棲を解消してお互いに慣れ合いっていうのをねスパッとやめて自立する、そして一から恋愛をし直していきましょう。これってすごく大事なんですよ。慣れ合った関係でなんとなく喧嘩も多いし、お互いに対してちょっと失礼な態度とかこう雑に扱うことが普通の関係になったまま結婚の方に向かっていくと、婚約期間中もそうだし結婚してからも喧嘩が絶えなくなるんですよ。親しき仲にも礼儀ありっていうのは絶対に大事です。で、それがなくなってしまっているのであれば、どっかで一度仕切り直して親しき仲にも礼儀ありっていう関係を女性側が出していきましょう。ご相談者様絶対できるタイプだと思います。別れようって言われた時にすがらないで明るく過ごすってことができた方なので、その関係に持っていくことができると思います。それには一番大事なことは、自分が彼に対してど本命クラッシャーをしない、この礼儀をわきまえたお付き合い方を自分がすること、この距離感が大事です。本日のメス力は、復縁を申し込まれた時にしっかり自分の希望を伝えて気持ちを新たにして付き合い直す、それじゃなければなあなあになっちゃうぞっていうお話でした。神崎メリーへの相談、概要欄に URL を貼っておくので、そちらでお待ちしてます。辛口 OK、 ズバッと OK という方のみお待ちしております。今日もありがとうございました。